ちは、お料理くまチャンネルのくまちゃんです。今日はお魚丸ごとアクアパッツァを作ります。白身魚なら何でも OK です。それでは早速やっていきましょう。魚は鱗を取って、エラ、内臓を処理し、水でよく洗いましょう。ペーパーで水気を拭き取って塩を振ります。15分ほど置くと臭みが取れます。アサリは砂抜きして水で洗っておいてください。ニンニク、パセリはみじん切り、ズッキーニは5ミリ幅に、トマトは一口大にカットします。魚から出た水分をキッチンペーパーで拭き取り、切れ目を入れます。弱火でフライパンにオリーブオイル大さじ2、ニンニクを香りが出るまで炒めます。魚の片面を焼き目がつくまでソテーします。焼き目がついたらひっくり返して中火にし、アサリを入れ、白ワイン、水をそれぞれ 150cc ずつ加え、蓋をします。アサリが開いたらカットしたズッキーニ、トマト、オリーブ6個、アンチョビ1枚を入れます。ケーパー小さじ1/2を入れ、少し煮込みます。野菜に火が通ったら味見をして、薄ければ塩コショウでお好みの味に調節してください。お皿に盛り付けてパセリを振って完成です。魚は切り身でもできます。残ったスープも美味しいので、パンにつけて食べるのがおすすめです。